はいどうも皆さんこんにちは。今回は原敬についてお話ししていきます。大正時代に始まった民主主義的な考え、その影響で原敬の時に最初の本格的な政党内閣が誕生します。ということで今回の動画で原敬について確認していきましょう。第一次世界大戦中、日本ではシベリア出兵の影響で米騒動が起こりました。こうして国民はシベリア出兵を決めた反発勢力に激怒。さすがの元老も国民の怒りを鎮めるために政党の人間を総理大臣にするしかないと考えました。こうして立憲政友会の原敬が総理大臣となるのです。さてこの頃の政治の仕組みを思い出しましょう。元老と呼ばれる明治維新で活躍した大物政治家たちが内閣総理大臣を選んで、その内閣総理大臣が国務大臣を選ぶというのが内閣の仕組みです。そしてそれとは別に国会があり、国民が選挙で選んだ人々が衆議院を構成しているという状況でした。つまり内閣と国会の間には藩閥と政党の分断があったのです。しかし今回総理大臣になった原敬は立憲政友会の総裁、つまり政党側の人間です。総理大臣になった原敬はたくさんの政友会の党員で内閣を構成しており、内閣に国民の意見が反映されたという点でこれまでの内閣とは一味違いました。しかも原敬は藩閥に無関係な旧南部藩、つまり今でいうところの岩手県出身です。薩長都比出身の藩閥政治家ではありません。こうして原敬は平民宰相として国民に歓迎され、最初の本格的な政党内閣を組織しました。こうして成立した原敬内閣は議会での絶対多数と大戦契機を背景に積極政策を推進していきます。原敬内閣には4大政策があり、教育の拡充、交通機関の整備、産業の振興、国防の充実、以上の4つでした。順番に見ていきましょう。まずは教育についてです。この頃の日本では初等教育や中等教育、つまり現代でいうところの小学校、中学校、高校レベルの学校が増えており、高等教育、つまり現代でいうところの大学レベルの学校に進みたいと考える人が増えていました。しかしその人数の増加に対して高等教育の定員が少なすぎるという問題があったのです。そこで原内閣は高等学校、実業専門学校、専門学校、商業学校を新設し、学部の増設などを行いました。また大学令によってこれまで専門学校扱いをされていた私立の学校を大学に昇格させています。次に交通についてです。原敬は地方まで鉄道を伸ばしたいという考えを持っている人物だったので、この時期にたくさんの鉄道を作りました。鉄道院を鉄道省に昇格させて地方の鉄道の建設改良を行っています。現在の鉄道網の多くはこの頃に出来上がったのです。しかしその鉄道建設は政友会の支持者を増やすために政友会議員の地元を優先していたため批判されることもありました。次は産業についてです。原敬は経済に直接的な介入をすることはせず、産業分野を刺激することによって間接的に経済を促進しようとしました。ということで各産業分野の生産や貿易を後押しする政策を行い、積極政策を進めていきました。最後に国防についてです。日本の軍部は日露戦争以後ずっと軍拡を目指していました。そしてこの時にやっと財源が確保されたのです。こうなると軍事に使うお金が増えますので、どこかでそれを賄わなければなりません。ということで所得税、酒税の増税を実施。それでも軍事費の拡大による国家財政圧迫は解決されませんでした。以上のように原敬は4大政策に基づいて政治を行っていきました。しかし原敬の時期に行われたことで最も有名なのは選挙法改正でしょう。平民宰相という呼び名から原敬は選挙法改正に賛成していたと思っている人も多いと思いますが、実は原敬は選挙法改正に反対しています。民主主義は国民一人一人が自分で考えなければならない、まだ国民たちは考えることができないだろう、今普通選挙を実施するのは時期尚早であると考えていたのです。ということで原敬は納税額の制限は撤廃せず、
選挙資格を直接国税10円以上から3円以上に引き下げるにとどまったのです。同時に大選挙区制を小選挙区制に改めて、立憲政友会のような大政党が有利な状況を作りました。しかしもちろんですが、3円以上ではダメだ、金額の制限をなくせ、普通選挙を実施しろと主張する人々が現れます。そのような状況を見て原敬は、そこまで言うなら衆議院を解散する、普通選挙の是非を民意に問おうと宣言。しかし選挙となると、普通選挙がどうこうではなく、強い基盤を持っている立憲政友会が強いです。案の定総選挙では立憲政友会が大勝。この結果によって、普通選挙が時期尚早というのは民意だと言って論点をすり替えたのです。こうして原敬の策略により、普通選挙運動は打撃を受け、急速に衰えていきました。しかし原内閣の積極政策は第一次世界大戦の終了で行き詰まります。戦後恐慌です。第一次世界大戦が終わると、ヨーロッパの国々は再びアジアに輸出を始めます。そうなると日本製品は売れなくなり、軍需物資も買ってくれなくなりました。こうして日本は戦後恐慌に突入、銀行の倒産、取り付け騒ぎが全国で多発し、会社の倒産も相次ぎました。この不況を受けて原内閣は、銀行に対する日銀の救済融資などを行っています。第一次世界大戦の影響は他にもあります。連合国だったロシアの帝政が崩壊しただけでなく、同盟国だったドイツやオーストリア・ハンガリーの君主制も崩壊。日本は立憲君主制なので他人事ではありませんでした。さらにこの頃、日本国内において大正天皇の健康問題が発生しており、実際に君主制存続が危ぶまれている状況だったのです。そうなると代役として期待されるようになるのが皇太子である裕仁親王です。ということで、日本はまだ若い皇太子を盛り立てながら、大正時代の天皇制を安定化させる、そのような方向性に向かっていきます。しかし当時の皇太子は世間から隔絶された空間で教育を受けていたため、山縣有朋や西園寺公望は箱入り教育で社会性に欠けると心配していました。ということで、皇太子に海外を見聞させるという計画が持ち上がってきます。皇太子要綱です。こうして皇太子は半年間をかけて各国を見て回り、外交マナーや会話術を学び成長していきます。そして帰国した後に皇太子は摂政に就任し、摂政の宮と呼ばれるようになったのです。この摂政の宮こそが後の昭和天皇です。その後の政治の世界では、政党間の争いは一段と激しくなっていきます。小選挙区制の下で絶対多数の議席を確保した立憲政友会は、多数党の横暴という印象を国民に与え、次第に非難する声も増えていきました。そんな中で大戦契機が終了し、戦後恐慌が広がってくると、立憲政友会はダメだ、積極政策は金が絡む、そのせいで政治が腐敗してきていると批判されるようになっていきます。このようにして原内閣に対する民衆の失望が深まる中、政友会の近畿大会に出発しようと東京駅に赴いた原敬は、一人の青年によって暗殺されました。今の政治は腐敗している、立憲政友会の賄賂による政治は横暴である、そのように主張する青年でした。こうして現職の総理大臣が暗殺されてしまいましたが、こんなことは初めてのことです。その後、暗殺で政権が交代してはいけないと考えられて、同じ政友会から総理大臣が選ばれます。こうして選ばれたのが高橋惟喬でした。ということで、高橋惟喬内閣が成立。しかし高橋は政友会員としては新参者、政友会内部での基盤は弱いです。原敬という強力なリーダーを失った政友会は分裂を始め、政策の転換を目指そうとする派閥と、原の意思を継ごうとする派閥に分かれ、閣内不一致で総辞職、6ヶ月余りで退陣してしまいました。こうなると次の総理大臣を誰にするという話になってきますが、この時の憲政会はわずか 22% の議席しか持っていません。そんな状況では憲政会に政権を回すことも不可能でしょう。立憲政友会も憲政会もダメとなると、次の総理大臣は反発勢力しかいなくなります。ということで、ワシントン会議を成功させた加藤友三郎が総理大臣に選ばれました。こうしてこれ以降約2年間3代にわたって非政党内閣が続いていくのです。さて、いかがだったでしょうか。
最後に出てきた加藤友三郎、彼がワシントン会議を成功させたと言いましたが、そのあたりの話はまだしていません。ということで次の動画ではパリ講和会議とワシントン会議についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。